ふむ、これが私のクローンか。よくできたものだ。こいつの短所、めちゃくちゃいいやつなのにキム・ジョンウンに似てる。ゲームばかりしてないで何か打ち込めるものを見つけなさい。じゃあミサイルでも打ち込んでやるか。私が以前飼ってた豚です。はい、こちら脱北支援センターです。あ、お父さんだ。北の司法バルス、なんでそうすぐに命を粗末にしちゃうんだよ。命ではない、哀れな考えを持つ下等生物どもだ。まだまだよそ見しちゃダメ。勉強をやめたらミサイルを打ち込むからね。ああ、うちもこういう教育だったわ。ミサイルチャンス、呼ばれて飛び出てってポトトーン。ついでにお前もだ。次元を超えるなんて簡単ね。降りるなんて言わずに、さあどうぞこちらへ。お前らとっとと帰りやがれ。残業なんて許さないからな。桃太郎さん、強力な助っ人連れてきました。飛ばねえ豚はただの豚だ、的なことを言ってください。すまねえ、俺はただの豚だ。ピチュピチュ、どうした、続けろ。無料家庭教師、小さな子供が大好きな大好きな大好きな47歳のおじさんです。2ヶ月間無料で勉強を教えます。小中学生女子が対象です。犯罪予告、誠に言いにくいのですが。先生、はっきりと言ってください。こっち少少です。はあ、これが田中さんの窮口。田中先生の授業分かりにくい。明日で退職だから無敵なのよ。田中さん、脱ぐ必要ないよ。え、トンボを捕まえて。今の俺なら飛行機だってこの指に止まるぜ。と天狗になっている田中に奇跡が起きようとしていた。今日からは支店長になる田中です。みんな、私がイケメンだからって惚れるなよ。なんちて。昨日隣の家に引っ越した田中です。じゃあ昨日来いよ。田中さん、退院したら何したい？お餅たっぷりのお雑煮が食べたい。こちらシェフの気まぐれサラダになります。美味しそう。そういただけるとシェフも浮かばれます。え、ごゆっくりどうぞ。レンジェロ先生が本気を出した。ラン、俺だよ。ようやく大人に戻れたんだ。やめません、やめません、許してください。末期のカッパエビ線中毒者。では第1問、 WHERE どう読む？ほわ。廊下から見た入り口。あ、盗撮の代わりに名刺が。犯人は住所氏名が分かったぞ。警察に知らせよう。110番って何番だっけ？助けて。ザワ、ガポ。いたぞ、麦わらだ。こんなお母さんと一緒は嫌だ。自立しない30代のドキュメンタリー番組。カチキ、目のことは諦めて早く乗るんだ。トトロの暴走を食い止められるのはもうあんたしかいないんだよ。安村が履いてなかった。トリッピー無料。理解してあげること。ご家族の皆さんにできることはそれだけです。助けてください。持ち主に追われているんです。ジャイアンへ公園に来い。何もねえじゃねえかババア。買い物行ってくるけど欲しいもんあるか。わーい、退院だ。直せなくてごめんね。陣内智則が鬼滅の刃を見て突っ込みそうなこと。水柱、ふんほん。縁柱、ほうほう。茶柱、お前は平年。目に何をかけたら6になる？ならない。そうだね、僕が悪かった。夏休みの宿題、あなたの宝物で一昨日亡くなったおじいちゃんを提出。このゲームは世界一陽気なボブをいかにして落胆させるか競うゲームだ。レベル2、付き合ってた彼女が男と気づく。ママのおっぱい、まだママのおっぱいを触って気持ちいいけど弟も触るから喧嘩になる。ママのおっぱい触るときは弟がいない方がいい。ママがもう大きいから触ったらあかんっていう。でもママの体は正直や。名セリフの前にウヘヘをつけて途端にいやらしい感じにしてください。ウヘヘ、君に決めた。いやー、野球は何が起こるか分かりませんからね。私のターンですね。お待ちください。先っぽだけじゃない。嘘つき毒キノコ。客からパイプ椅子を奪おうとしたら思わぬ抵抗にあった。これは我が君が開発した投資カメラです。何か質問がありますか？はい、そこのピンクのフリル付きの方。思い切って質問したら、自分の小隊長殿よりも説明が丁寧で分かりやすかった。敵の軍曹殿、この手紙を読んでいるということはまだ生きているということですね。そのまま生きて帰ってこれたら牛乳と卵を買ってきてください。コンデ永年資材法と同じイントネーションの言葉を教えて。コンデ永年不採用。あっぶねえ、照明かと思ったわ。えなり前のかなりですね。ただ宝の地図なんてない、帰れ。おじさん、なんでそんなダサい服を着てるの？ああ、ダサいな。確かにダサい。でもお前にだけは言われたくねえな。だがこの事件の本当の首謀者は闇に消えた。でもいつか、いつか必ずこの俺が。いや、この俺が。満タンに給油後、当たり、もう10リットルの表示とともにタンクからガソリンが溢れ出した。盗んだ腕だけ出ればで走り出す。ヘリクツを言ってください。言ってと言われても隠しかできませんよ。ママ、これ買いたい。隅っこ暮らし、春やつ。ジャポリカ学習帳、道徳。そうか、王子を待って。たかが石油王のわしではどうにもできんな。豊臣秀之の特徴。そもそも泣かせる必要なくないっすか、のび太さん。やあ、ジルちゃんとできすぎか。へえ、衛星写真で魔境探し。見つかったら一緒に探検しようよ。悪いけどそれは無理だね。オファーが来ても断る徹底ぶり。天草四郎が踏み絵の上でタップダンスするレベルみたいなことを言ってください。ワクワクさんがそんなん買った方が早いやんというレベル。あ、ホタルだ。パン、ひゃー、年金。
んだ。おかしい、この道はさっきも通った気がする。いいか、思いっきりやるんだ。お前なら大丈夫、少年法が守ってくれる。ああ、アスミに彼氏ができてなんかホッとしたわ。大げさ、もう何年もそんな話聞かなかったし、もうこのまま彼氏なんて作らないかと思っちゃって、前の失恋引きずってるのかなって思ってたからマジ気になってたんだ。いいから運転に集中して。ピカチュウ、ほっぺたの両側に小さい電気袋を持つ。ピンチの時にめっちゃ命乞いする。冬になったら扇風機は逆回転にすればいい。わー、汚ねえな。クリリンが爆発した。え、同じ折り？マジで同じ折り？逆に NHK に送信して受信料を請求する。脇で話そう。バフ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 バビ。なんだよ、証拠ではあんのか。桃太郎のその後。この場面もう一度見よう。巻き戻して。ビデオはいいね、何度でも見られるから。おいっぺん頼む。じゃあ今度はスラで見ようか。次はストップでコマ送り。もうゾウの交尾はいいから。名探偵コナン in チャイナ。真実はいつも隠す。彼女を家に呼ばない理由。散らかっているから、狭いから、嫁がいるから。こんな時代だからこそ手を取り合って一致団結するべきなんだ。一休がまた法律的にギリギリなトンチを思いついた。なぜ島根から鳥取に来た男を逮捕。早め絞ってこんけよこれ。頼んだの。野一子さん、こんにちは。森のお花畑パフェのくせに。いかがですかクルスさん。いよいよ死神がやってくる。今日奥さん来るんだ。よし、猿犬、もうすぐ鬼ヶ島だから腹ごしらえをしよう。立てこもり事件が発生したので家宅侵入のプロを連れてきた。おっぱい足すザードイコール揺れる思い。 A カップ足すザードイコール負けないで。クソどうでもいいことで笑わせてください。今ポコチンの顔を引っ張って水を溜めてる。フクロはお腹を空かしているので、静香ちゃんは目の前でラーメンを食べました。ブン。お、タカシ素振りしてるな。ええ、帰ってきたら急に始めて。そんな素振りもなかったのに。のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよ。あの青年は人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことのできる人だ。それが一番人間にとって大事なことなんだからね。そう自分に言い聞かせるんだ。あれ、またのび太くんは忘れたのかね。いえ、できてます。忘れた人は立たせる約束でしたね。だからやってあります。あ、そう、じゃあいつものように立ってなさい。ええ、失礼。では家に戻って忘れてきなさい。浜田も笑ってたやん。おむつ変えるのって大変なんだな。ポンズのポンとは何のことだ。あ、ポンタンのタンです。塾があるから無理。俺は習字。私は水泳が。俺はピアノが。俺は生け花が。絶対嘘だろ。昨日買った牧原マイケルのアルバム。どんな時もそんな時もボブがトムらしくあるメアリーを思い出しただけで気分が悪い。キノコ派 VS タケノコ派の論争にせんべい派が割り込んできて放った一言。甘いよお前ら。やらないか。今すぐトライじゃ。エッチーのは嫌いです。ハイジやクララも最初はそう言ってたわい。だから餅は細かくちぎって食えって言ったのに。今わしの息子が死んだ。デッドボールが股間に直撃。豊臣秀吉は天下統一した時こう言いました。次はアジア予選。気持ちを切り替えてしっかり臨みたい。あ、おはようゆうたくん。ロックマンおはー。ロックマンさんだよね。言っておくけど残り2つもわさび入りだからね。そうだね。コーラは100円から110円と10円高くなった。やべー、全然聞いてなかった。じゃあ裏で。お会計を頼むためにハマチが次々出てくる。映画ある。全米は泣き虫。少年よ、邪魔だ、どけ。汚いからちゃんとモンスターボールの中に入れときなさい。大丈夫、ウイルスが生きられる温度じゃないから。機械音痴の後藤がエクスルを駆使して作り上げたプレゼンが今始まる。のび太くん、エネルギーを僕に。あれ、のび太いな。先生、トイレに行きたいです。僕も行きたいです。というわけで多数決により、今度の修学旅行の行き先はトイレに決定。信じる足す物イコール儲け、人足す夢イコール儚い、調合足すロリイコール悟り。イエローカードの気持ちを教えてください。2枚目って言われると赤くなっちゃう。スネ夫が車にはねられた。たけしがいつもそばにいてくれた。父さんはさ、なんで家で仕事の話しねえの。一回もしたことないよね。ほら、愚痴とかさ。ああ、なもん家でするわけねえだろ。国家機密だし。嘘をつくと地獄に落ちて差を抜かれます。先生、嘘を言ってはいけません。桃さん、あっしは時々思うんす。鬼は鬼ヶ島じゃなくて人間の心の中に住み着いてるんじゃねえのかなって。無理、私毛深い男とか絶対無理。小6女子と付き合っている高1男子だけ質問ある。質問はないけど問題はある。いきなり部屋に入ってきた父にノックくらいしてよって怒ったことを後悔。人生初合コンに行ってた息子が20時に帰ってきた。投票の結果、焼きそば45票、ソフトクリーム28票、カレー1票で文化祭の屋台は焼きそばに決定しました。ありがとうございました。バイト先に好きな子がヤンキーと一緒にゴム買いに来た。わー、光ってる。足が光るのね。胴体もわずかに光ってるわよ。いや、胴体は光ってないわ。そうね、胴体だけは絶対に光ってないわ。仮に宇宙がこの道路の幅くらいだとしたら、我あれが40過ぎて就職できないことなんてこれっぽっちのことさ。まあまあでかいっすね。バイキンマン、変わったなお前も。プリウスがないと暴走できないと誰が決めた。エヴァ初号機暴走、少年を現行犯逮捕。この辺に現行ありませんか。あ、袋いりません。俺が、近代
太一が犯人はこの中にいると言っただけなのに犯人がフライング。たけしさんに挑戦なんてのび太のくせに生意気だよ。ねづっちだな、この状況を2秒で整えろ。約束の時間ジャストに現れるとはさすがだ。自画自賛かよ。早く私から逃げて、もう誰も傷つけたくないよ。ボケてをやめた方がいい人の例を挙げてください。面白い人。何されてるんですか？ダブルデートを楽しんどる。え、でも二人ですよね。心に嫁がしぶとく生きとるでな。天国で待っていたのは披露宴の前に事故で亡くなった妻だった。40年を待たせてすまない。次のウイルスを消去します。いつもあなたを見てました。頑張ってる姿大好きです。さようなら。というわけで靴は履かずに逃げてきたの。なんと意気地のない。スネ夫の話があんまり怖いんだもの。まあどうぞすいません。クスクス。しーちゃんまで笑った。誰だって笑うよ。ドラえもん、また一人笑顔にできたよ。